我が子よ、よくお聞きなさい。これから聞かせる話はとても大切なこと。私たちがここから始める、親から子へと絶えることなく伝えていく長い長い旅のお話なのですよ。腹減った。あー腹減った。さっきからそればっかし。歩くの遅いよ、もうちょっと早く歩きなよ。おいお前ら、お前らラーメンセットというメニューを知っているか。お兄さんは今猛烈に腹が減っている。ラーメンセットが是が非でも食いたいんだ。だが残念ながら金がない。そこでだ。さあ楽しい人形劇の始まりだ。お台場見てのお帰りだぞ。どうだ、すごいだろ、面白いだろ、楽しいだろ。なんだこれ、汚ねえ人形。かっこ悪い。なんか他にできないの。無理無理。子供は素直なのが一番だぞ。遠慮なくお代を払ってくれていいからな。だから素直にかっこ悪いって言ってるの。こんなんでお金なんか払えっこねえだろ。バッカじゃねえの。お前らな。待てよお前ら。あつ。消える飛行機でも僕たちは見送る。眩しくて逃げた、悔しくて指が目的だ。金か、金ならないぞ。喉乾いてませんか。買ってきますね。はい。苦労したな。
うことするかな。からかってるだろ俺のこと。そんなことないですよ。おいしいんですよこれ。浜辺行きませんか。なんで。遊びたいから。はあ、昨日あの浜辺で遊んでたんですよ子供たちが。楽しそうだな、私も遊びたいなってずっと思ってたんです。あなたが寝てる隣で見てたの。昨日からずっと寝てましたよね。起こそうと思ってつついたりしてたんだけど全然起きる様子がなくて。腹が減って動けなかったんだ。どこ行くんですか。仕事だ。お仕事？どんな？人形劇の。あれ？ない。そんなに大事なものなんですか？商売道具だ。暑いだろ。もういいから帰れよ。あった。そっちかよ。よかったですね。ああよかった、お前のおかげだ。これで遊べますね私と。どういうつもりだ。さっきからなんで俺にまとわりつく。だから砂浜で遊ぶの。かけっこしたり水のかけ合いしたり、そして最後にまた明日ってお別れするんです。それってまるで友達じゃないか。そう、友達、私たち友達。いや、ああ、だから遊びたいな。まだお互い名前も知らないんだぞ。私神尾美鈴、あなたは国崎ゆきと。じゃなくて俺は仕事があるんだ。腹が減ってるから金を稼がなきゃならない。あ、それなら。食い物に釣られてのこのこついてきてしまった。二人でご飯っていいよね。いつもは一人なのか。お母さん帰り遅いからお父さんいないし。食べ終わったら遊ぼうね。ダメだ、遅くなると宿が決めにくくなる。泊まるところ決まってないの。ああどうせ野宿だけどな。うちに泊まって。あのな、俺たちは今日会ったばかりだぞ。しかも俺はどこの馬の骨ともつかない頭上の試練男だ。うん、なんやつ止めるか普通。第一母親が許さないだろ。お母さんすごくだらしない人だから問題ないと思う。で自分の親をそんな風に言うもんじゃないか。でも本当止まっても大丈夫。疲れてるんだ、遊ぶ元気はない。じゃあ遊ぶのは明日でもいいから。夏休みだから時間たくさんあるから。ダメだ。ねえ、数学って何の役に立つと思う？二次関数とか将来役に立つ？知るか。大体なんで俺がお前の宿題手伝ってるんだ。おい、目が近いぞ。いや、ゆきとさんお母さんみたいなこと言う。そうか？あ、ん？お母さん帰ってきた。おい、おい、バイクで納屋に突っ込んじゃったの。大丈夫、いつものことだから。本当に俺がいていいのか。うん、私がうまく話すから。却下。話が違うじゃないか。問答無用や。こんな若い男止められるわけあらへんやろ。顔その口癖やめて言うてるやろ。あんた美鈴とはどういう関係や。クラスメート。はあ、えらい年食っとるやないか。惚れるなよ。惚れるか。ま、肝は座っとるようやし、その辺は嫌いやないわ。そうなの、ゆきとさんすごくいい人。うん、わかった、止めたる。あ、マジか。マジもマジも大マジや。ただし条件が2つ。寝る場所は納屋や。それから酒に付き合い。えでな、そしたらその男最後にこう言うたんや。結局惚れていたのは僕の方かもしれない。なあ、これどうや、うちの勝
せやからうち言い返しとったんや。逃がした魚は人魚やで。そうなんや、これは聞いたやろ。なんでこうなるんだ。お母さん絶好調。ほら、イソロ、何しげた顔しとるんや。あんたもなんかしたらんかい。めえ、ゆきとさん。したらんかいって、何をすればいいんだ。なんでもええねん。エロティックな告白でも隠し芸でも。そうか、それなら。ん？あ、さっきの人形。うん。わあ、すごい。俺はこの芸で金を稼いでるんだ。俺の母親もこれを生業にして旅をしてきた。これ落ちないんか？あかん、あんたセンスないわ。でもすごいよね、種も仕掛けもないのに。関係あるかい。糸で釣ってんのが見え目でもおもろい方がええわ。寝る。わあ、自ら納屋へ行こうとしてるし。別にそんな才能のうてもええやん。飲んで忘れよ、飲んで。うちは春子言うね。神尾春子や。もう一杯くれ、おばさん。こう思って名前教えてやったやないか。気ぃ利かん男やな、あったく。で、あんた家出か。旅をしてるんだ。目標とか夢でも追いかけとるんか。そうかもな。若いんやな。あんたよりはな。おもろいやっちゃな、あんた。そうか。うちこう見えても男を見る目はあるつもりや。しばらく置いたってもええけど、頼みがある。この子の面倒見てくれへんか？はあ？この子、ちょっと危なっかしいとこあるやろ？そそっかしいし、おもろいもん見たら鉄砲玉みたいに飛んでくし。俺は子守か。あと、この子が口癖言うた時も直してもらえんかな。ガオって言うやろ？困った時や泣きそうな時に。ああ。あれ、恐竜の真似なんや。この子恐竜が大好きでな、子供の頃からの口癖なんや。今でも子供や、この子は。なんだお前、夏休みじゃないのか。いや、私実は補習。春子はもう出かけたのか。うん、毎朝早いの。一人じゃない朝ごはん久しぶり。ゆきとさん、今日はどうするの？とりあえず学校まで送っていく。春子に頼まれてるんだ。お前がバカなことしでかさないように見張ってろって。はあ、私ってまるで信用なし。あおー、できた、この町の地図。早いなお前。これで人が集まる場所とかわかるはず。お仕事の参考になるよね。ああ、助かる。遅れちゃう。ミスズちんピンチ。帰りも迎えに来るからな。ここで待ち合わせだ。うん。はい。なんだこりゃ。これがあいつの心の世界なのか。なんだお前。ピコピコ。この町特産の伝説上の生物か。ピコピコピコ。もしそうならおとぎ話みたいに恩を売ったら見返りを期待してもいいはずだな。ピコピコピコ。よし、こっちに来い。いいもの見せてやる。ピコ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 。どうだ、思わず恩を返したくなるような素晴らしい芸だろ。ピコ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 。こら！ピコー！待てー！ピコピコピコ！ピコー！ピコ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 ！観念しろ！悪の宇宙生物め！ピコピコピコ！逃がすかー！ピコ！ああ！
謎の地球外生物が俺の人形を持ち逃げしたんだ。てか、これのこと？ポテトは地球外生物じゃないよ。うちの近所の野良犬くんだよ。やっぱり犬なのか、そいつ。ピコ、ピコピコ。うん。あ？ピコピコ、ピコピコピコ、ピッコリ。うんうん、そうか。それはまた、ご迷惑をおかけしました。なぜ謝る？だって、ポテトがお人形をここまで持ってきちゃったって、君と遊びたかったみたい。ピコピコ。言葉がわかるのか、そいつの。うん、親友だよ。ねえ、ポテト。ピコピコ。世の中にはまだ、俺の知らない世界があるらしいな。すまんな。怪我でもしてるのか。ああ、これ。ダメ、やっぱり秘密。私、霧島かの。君は？国崎ゆきと。もしかして暇なの？まあ。よし、君のこと暇暇星人2号に任命するよ。1号は誰だ？私。ねえ、ポテトが3号さん。ピーコ。暇暇星人は何をするんだ？ただ暇なだけ。それがひまひま星人の宿命なの。ねえ、暇だね、ポテト。ピコピコ。私これから学校行かなきゃ。だからここでさよなら。ひまひま星人じゃなかったのか。そんなこと信じてたの？こったまじゃあね。あの制服着てるやつは変なのばっかなのか。ねえ。なんだ。魔法が使えたらって思ったことはないかな。はあ？びっくりしてる。じゃあね。魔法？あ、ゆきとさん、お仕事どうだった？大繁盛だ。すいません、嘘です。もっと賑やかな場所を見つけないと商売にならないな。で、なんで通勤時間なのにこんなに静かな佇まいなんだ。だってこの駅もう廃線になってるもの。それを早く言え。う、顔痛い。どうして叩かれるかな。ハルコに言われてるんだ。その口癖を言ったら注意してくれって。あ、かわいい。にゃさん、知り合いか。うん。何焦ってんだお前。こんにちは。こんにちは。奇遇ですね。あ、はい。すごい偶然。びっくり。何してたんですか。日光浴。え、なんちゃって。今は夕方。はあ、おい、なんだこいつ。遠野南さん、私のクラスメート。頭いいの。成績学年トップで天文部の部長さん。私のことはなるべく遠野と呼んでください。わーい、南。妹さんですか。うん、違うよ。みちるはみなぎの親友だよ。お姉ちゃんは誰かな。私は遠野さんのクラスメート。痛かったぞ。なんだよ、お前もみなぎのクラスメートか。お前に突き飛ばされた善良な通行人が。にょわー。わかった、みなぎ、こいつみちるたちをさらいに来た変態誘拐魔だよ。私もこっち側。誰が誘拐魔じゃ。やばい、興奮してる。乙女のピーチ。わ、すごい落とした。神尾さん、この人は。国崎ゆきとさん、旅人さんで今はうちに泊まってくれてるんです。旅人さん。変態誘拐魔で宿なしなんて救いようがないよね。あーしょー。
たちそろそろ。せっかくうまくシャボン玉飛ばせてたのに。続きしようよ、カミカミも一緒に。カミカミ、私？もう暗くなるからまた明日にしよう。お弁当作ってくるから。うにゅー、じゃあね、カミヤー。バイバイ。国崎ゆきた。おう、お前はどっか行っちゃえ。ベイ、なにゅー。ねえねえ、明日のお弁当ハンバーグ作ってくれる？ん、本当？やったー。俺、あのガキに何かしたか？わかんない。結局1円も稼げなかったか。昨日会った時もそこでそうしてたの。空にはね、小さい頃からずっと思いを馳せてた。どうして？わかんない。ただもう一人の自分がそこにいる、そんな気がして。それってロマンチックだよね。本当の自分が空にいるなんてすごく気持ちが良さそう。遠くまで見渡せて、地上にいることなんて全部ちっぽけに見えて、きっとすごく優しい気持ちになれるんだよね。ミスズ、お前は。それは俺にとって星の瞬きのように短く、そして永遠のように長い夏の始まりだった。俺が探しているのはもう一人のお前かもしれない。うち親なんかに向いてないね。ずっと一人でおればよかったわ。夢を見たの。不思議な夢、空の夢。自分は空にいるの。それは見たこともない世界。どこも無限に広がってる。なあ、夢の中のお前には翼はあるか？